まして、ありがとうございます。今月は、僕の憧れのハニクルーリーダーカスさんに、お越しいただきました。ハニクルーリーダーカスさんです。どうもこんにちは、ハニクルーリーダーカスさんです。Pump up the volume。 皆さん、ハニクルーっていうグループご存知でしょうか。僕が、当時中学校2年生の頃ですね、たまたまこうテレビに見て衝撃を受けたグループなんですけれども、過去にはストリートダンスの日本チャンピオンもありますし、床を滑ってるあのメタモークみたいな実際にあれをやってはるシーンになって、それが衝撃で、それを真似して、それがきっかけで、今のダンスをやってる感じなんですけれども、 Pump up the volume。 まさに一緒にショーをやろうって言ってくれたので、どんなショーをするってなった時にドラえもんのテーマでやろうかみたいな形なんですか。で、まあね、ちっちゃい子にも分かりやすいし、大人の人でも分かるし、あの時テーマってね、ドラえもんの古い方のドラえもんと今のドラえもんの支持者みたいな感じでこうやり合いしてみたいな、その時の映像をね、皆さんに見ていただきたいと思います。それでは VTR どうぞ。っていうことでね、はい、っていうことで、
にかなりクオリティ上がったショー今だったらできるんじゃないですか、うんうん、そうですね。だからなんかあれぜひ呼んでほしい。いや僕ほんまにまた一緒にやりたいです。ぜひ出演以来お待ちしております。お願いします。カスタムリブだけの、はい、ダブルドライブです。絶対面白いです。お願いします。呼んでください。はい、はい、ということで、はい、以上ザンデウィズカスタムでした。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。チャンネル登録ボタン、それでは皆さん最後にチャンネル登録ボタンはこちら。